パイルドライバーのアニメーション。パイルドライバーはプロレス技の一種である。日本名は脳天杭打ち。前鏡になった相手の頭を自身の両足で正面から挟み、相手の胴体を両腕で抱えて持ち上げながら、後ろに尻餅をつくように倒れ込み、相手の頭部を打ち付ける。重機の杭打ち機で杭を打つようにして技をかけることから、この名が付けられた。 固有の名前を有する他の派生儀が存在しており、フィニッシュホールドとして使用されている。ワイルド・ビル・ロンソンが発明して有名にしたと言われている。ターザン・ゴトーによるドリルはホールパイルドライバー。パイルドライバーの基本形であり、口実の定図式、パイルドライバーを除くほとんどの応用儀の元ととなった。1950年代にバディ・ロジャースが使用してポピュラーになった。 バディオ・オースチンは、この技で、新人レスラーを二人殺してしまったとして、キラーというニックネームが付けられた。オースチンのパイルドライバーは、相手の頭をももではなく膝付近で固定して、胴体をクラッチせずにタイツを掴んで引っ張り込むように、して放った。アジャコングは、相手の左ももの裏に右手、右ももの裏に左手をそれぞれ回してホールドする型を、アジャボムの名称で使用。派生技。 ジ・アンダーテイカーによるツームストーンパイルドライバー。日本名は、破壊士式のお天空に打ち、破壊し落とし。相手を、オクラホマスタンピードの体勢で持ち上げて、上下逆さまの状態になった相手の胴体を、両腕で抱きかかえ、相手の両足の間に、自身の頭が来るように体を移動させ、そのまま両膝をついて、相手の頭部を打ちつける。イギリスが発祥と言われ、レネラサルテス。 ビル・ロビンソン、ダイナマイト・キッド、デーブ・フィンレイといった欧州出身レスラーが得意技としており、初代タイガー・マスクも、キッドとの構想を通して、この技を得得している。若手時代に、アワで、ロビンソンのタッグパートナーに起用されていた、ドン・ムラコは、ハワイアン・ハンマーの名称で使用していた。アンドレ・ザ・ジャイアントも、ジャン・フェレと名乗っていた時代に使用していたが、1972年に、 ターザン・タイラーを負傷させて以来、自ら、禁じ手とした。メキシコでは、マルティネーテと呼ばれている。メキシコはマットが硬いため、頸椎を損傷する恐れがあるということで、全面的に禁止義に指定されている。アメリカでも禁止している、プロレス団体が多く、WWE は負傷者が続出した経緯があり、禁止義にされているが、ジ・アンダーテイカーとケインは、使用が認められている。 持ち方を変えない形は、カール・ゴッチが得意技としており、1964年3月に、オハイオ州でのディック・ザ・ブルーザー戦、1972年3月6日に、新日本プロレスの大田区体育館大会でのアントニオ・イノキ戦で使用している。かけてと受け手の体制が上下対象になるため、かけられている側が足をバタつかせてかけている、側の後方へと重心をかけて、 相手の胴体を抱えたまま、足から着地して逆に、ツームストーンを仕掛ける返し方が存在する。時には互いにツームストーンの体勢のまま回転を繰り返す攻防も見られる。主な使用者は、アンダーテイカー、藤田ミノル、安浦の、岡田和地はフィニッシュへの繋ぎ技として使用。派生技、ツームストーンパイルドライバーの状態で抱え上げ、ドリルは、 ホールパイルドライバーのように軽くジャンプして、両足を前に広げ、尻餅をつくように着地しつつ、相手を頭部からマットへ叩きつける技。1990年代前半にスティーブ・オースチンが公開したが、怪我人が多く封印。応援ハートも使用。受け手の首に与えるダメージを逃がすことができないため、非常に危険であり、蝶野正弘は、オースチンにこの技を決められて、 ケ椎を痛めた。その後、オースチン自身もも、応援ハートに、この技を決められて、ケ椎を痛めた。また、天山広吉も1990年代に使用したが、こちらも怪我人が続出したため完全に封印し、後日のドリラーの形を経て、ジャーマンツームストーンパイルドライバーの形に移行している。天山は、TTD の名称で使用したため、この形のバリエーションは、 原型 TTD と呼ばれる。派生に使用者は少ない。カナディアンデストロイヤーのアニメーション。フリッピングパイルドライバーとも呼ばれる。PT、ウィリアムズのオリジナル技。前鏡になった相手の頭を自身の股の間に正面から挟み込み、相手の腰を両手で抱え込み、膝を軽く屈伸させて、自身の体を三百六十度前後回転させるようにジャンプして、 尻餅をつき、宙に浮き上がった相手の頭部を、パイルドライバーの形で打ちつける。主な使用者は、アダムコール、フェニックス、暴走ボーイライト、クジー、武士、高橋ヒロ UT、ティーダヒート。派生に相手の上半身を、リバースフルネルソンの体勢で捉えて、相手の体を垂直に持ち上げながら、尻餅をつき、相手の頭部を打ちつける。キットキャッシュは、マネーメーカー。 ドノバン・モーガンは、チキン・ウィング・パイル・ドライバー、クジーは、イン・ハクトの名称で使用。他の主な使用者は、ケニー・オメガ、タマ・ウィリアムス、中村・シ介、スカイ、大森・ゆかり、ルーシュなど。派生技、ケビン・オーエンズのオリジナル技。前鏡になった相手の頭を、自身の股の間に、正面から挟み込み、相手の両脇にリバースフル・ネルソンの体勢で、自身の両腕を差し込み、 外体の肩から、相手の右ももの裏に左手を、左ももの裏に右手を、それぞれ回し、相手の体を垂直になるまで持ち上げて、体を軽く旋回させながら、尻餅ちをつき、相手の頭部を打ちつける。主な使用者は、ペンタゴンジュニア、チェーズ、オーエンズ、カイザー。1995年12月11日、WF にて、アジャコングが使用。 派生にスパイクパイルドライバーとも呼ばれる。タッグマッチの連携技で仲間の一人がコーナーの方を向きながら相手をパイルドライバーの容量で持ち上げて、もう一人がコーナーのセカンドロープもしくはトップロープに登って持ち上げられていた相手の右足を左手で左足を右手でつかみ、コーナー上の仲間がジャンプすると同時に相手を抱えていた仲間が尻餅ちをつき、相手の頭部を打ちつける。 日本における第一人者は、ヤマハブラザーズ。その後、アドリアン・アドニスボブ・オートン・ジュニアを経て、超収力アニマール・ハマグジをはじめとするユニット、維新軍に多用されて流行儀になった。オートンは、NWA ミッドアトランティック地区では、リック・スレーターとのタッグチームでも使用していた。ジャイアント・ババは、ミラクル・パワーコンビから、 この技を受けて連続試合出場記録が3764試合で途切れた。プロレスや格闘技を題材にした漫画や対戦型格闘ゲームなどで見られる派生技である。得てして物理法則に反して現実の世界で目にできる技ではない。ありがとうございます。